心からご冥福をお祈りするために黙祷を捧げます。黙祷。能登半島地震の発生から今日で3ヶ月。被害の大きかった輪島市では犠牲者を悼み、発生時刻の午後4時10分に黙祷が呼びかけられました。朝市通りでは風が吹くとまだ焦げ臭い匂いが漂います。そして現場には所々に花が手向けられています。道路の状況などは改善しつつありますが、輪島朝市通りでは焼けた建物が残ったまま、あの日から時が止まったような光景が広がっています。避難生活などなかなか改善しない日々の暮らしに、被災者には疲れが広がっています。これは私に起こったことなんだと思ったら、とてもまあ惨めというか情けないというか、まだまだ仮設は入れないんだろうなと思ってます。またこちらの女性は金沢のみなし仮設住宅に入り、輪島とを往復する生活です。もう疲れ果てたっていうのが現状でしょうかね。2年でもっと頑張らなきゃいけないっていうか、自立しなきゃいけないんでしょうけども、ね、その自立がどの程度自立できるかっていうのがすごいですね。もうここなんて何年かかるかわからないですよね、きっと。